群馬大学理工学部機械知能システム理工学科1年の井上あゆみです。私が高校生活で頑張ったことは部活と勉強の両立です。部活動では夜遅くまで練習することも多かったのですが、朝の課外を取ったり自分で工夫できることをどんどんして勉強に支障が出ないようにしていました。先生方になんかいろんなことが聞きやすいっていう点だと思います。勉強のこともどんどん聞いていいよっていう雰囲気を作ってくださるし、進路先のこともさまざまな進路を示してくれるので安心して受験に臨むことができると思います。隙間時間とかを使うことです。それこそ部活動を夏休みの8月の頭までやっていたので、部活が終わったらすぐに、メディアモールという学校の勉強ができる施設を使って勉強をしました。前期で失敗したりしても諦めずに自分が希望する学校に向けて、諦めないで勉強を続けていれば、おのずと自分の進みたい希望するところに行くことができると思います。これからも頑張って勉強を続けてください。